大阪四女時代どうですか？大阪四女時代なんていう言い方ありましたっけ？ありません。ただ単に大阪に、女子大が4つあるだけです。大阪女学院大学、大阪松陰女子大学、梅香女子大学、千里金蘭大学です。まあ、残念ながらどこも受験の名門難関という言い方はされません。まあ伝統校多いんですけどね。で、この4つの女子大なんですけど、やっぱり大阪って地味で、女子大っていうと神戸か京都って感じじゃないですか。なんで、この4つの大学どうなっていくんだろうと。はい、大阪女学院から行きましょう。まあ、ここももともと短大で、国際英語学科の1学科、入学定員130人というとてもちっちゃい学校です。大阪の街の中にあって交通の便はとても良いです。今年の春の学生数なんですけど、4年生は185人もいるんですが、3年生99人、2年生71人、1年生74人ということで、ここ2年ぐらいは、新入生が定員の半分ぐらいしか入っていない。特に今年はだいぶ留学生に頼りまして、29人ということで、あとはもう日本人がですね、ほんのちょっとしかいないというか、だいぶ厳しいですね、ここ。大阪女学院大学何度も足運んだんですけど、まあ、非常に教育熱心な、小規模ないい大学で、まあ、こう言っちゃあれなんですけど、神戸開成女子学院大学さんもこんな感じでした。ちっちゃくていい大学で、ちょっとこう、おとなしい女の子にも居場所がある。入ったら成長できる。高校の先生からも、あそこいい大学だよねとは言ってもらえる。そういうところが、滅びの道を歩んでいます。受験業界的には、みんな行かないわけです。大友学院行けば、とか、摂南の外国語行けば、みたいになっちゃうわけですよ。もったいないな。いい学校なのに。とは思うんですが、正直打つ手はありません。大阪松陰女子大学。まあ、一時期だいぶね、規模拡大して奈良県にまでキャンパスあったような時代もあったんですが、ちょっと縮小傾向で、うまくダイエットして生き残ろうとしたんですけれども、なおここ、2023年の新入生、未だに公開しませんが、2020、21、22とどんどん減ってますので、今年、もう7月だってのに公表してないっていうのは、かなり厳しいだろうと。これは僕が言ってるんじゃありません。高校の先生、そう思いますよ。早く入学者数出さないと、すごくイメージ悪いです。出している大阪女学院の方がはるかに誠実です。で、去年の新入生なんですけど、国文定員割れ、英語激しく定員割れ、謎のライフプランニング学科定員割れ、児童教育定員割れ、栄養定員割れで、心理とファッションだけ無事ということで、正直国文英語に関して言えば、もう別にどこの大学にもあるし、例えばもう本当に大友学院でいいじゃないかと、桃山学院あるじゃないかという状況でございまして、かなり厳しいですね。いわゆるその文学部的なところ。で、心理学科は定員充足してますと。今年は知りませんけどね。で、あとはまあこの大阪松陰女子の面白学科、化粧、ファッション学科は大人気なんですね。十分な学生が入ってるんですけど、謎すぎるライフプランニング学科はちょっと厳しいと。あとは、児童教育ですね。幼保が厳しいですね。幼保不人気、小学校慣れないと。これ慣れないっていうのは資格取れないってことじゃなくて合格しないってことですね。まあ、この大学かどうかは知りませんけど。で、栄養は激戦区なんで、まあ他の栄養系の大学、甲南女子はある、大手前はある、近畿大だって栄養ありますからね。ということで、栄養も苦しいなっていう状況でございまして、結構規模の大きい大学なんですが、まあこの、今や不人気学科、定員割れ学科の方が主流になってしまってる。しかもこれ去年ですから、今年はもっと厳しいのではないかと。梅香です。梅香も、規模を拡大しまして、ご覧の通り、非常に学部学科の数が多くなってますけど、まず、梅香も今年の春の新入生の数を公表しません。出せるんでしょうかと。で、英語学科超不人気。日本文学の方はまあ定員充足しましたと。あとは情報メディア。これは結構ね、女子大らしい新しいその情報学に手を出したということで、人気学科なんですね。はい。幼保はボロボロ。で、心理はまあ一人定員割れですけど、まあ、おおむね充足してると。で、食文化が割れてて、管理栄養は充足してる。本当に、いわゆる食とか栄養の学部で、その1軍の管理栄養と2軍の食物学科みたいなのを作ってる場合、ほぼ2軍学科不人気っていうのは、そろそろどの大学さんも何とかしないんでしょうか。で、バイカさん、看護は大人気。航空保健学科というのは歯科衛生士ですね。残念ながら定員割れということで、大阪松陰女子同様、人気学科と不人気学科の格差がすごく拡大しており、不人気学科に関して言えばちょっと復活は難しいという状況になりつつある。だから、バイカさんも人気学科だけを残して規模縮小という流れになっていっちゃうのかな。
あ、それと、今年の新入生の数公表してください。公表しないと高校の評価が下がります。最後、千里金蘭大学です。女子大です。ここもいろいろ改装しまして、現状はここは栄養教育看護と、まあ、生き残れそうな学部だけで揃えてますが、栄養定員割れ、教育定員割れということで、管理栄養士は、もうとにかく合格率が全てなんで、合格率合格者数で厳しく序列がついてますから、下位校の栄養学部に行きたい賢い受験生はいないので、大変厳しくなっていくだろう。教育も、要は、幼保小の戦いなんで、伝統校有利ということで、看護こそ人気があるものの、教育と栄養に関しては厳しいんじゃないか。それでも、今年の新入生の数を公表しているだけマシです。さて、今後どうなるんでしょう。特に文学とか教育だと、大阪はライバル大学が多すぎます。大手門学院大学は文学部定員増。四天王寺大学は総合大学化して、どんどん新しい学部学科を増やし、桃山学院は教育大を合併。武庫川女子大は巨大化。大和大巨大化ということで、これら大阪の4大学に入ってくれそうな受験生は、この大阪の総合大学グループたちが必死に定員増をしたり、総合大学になったりして、どん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 受験生取っていっちゃうんで、まあ、どっちかといえばこっちの方が人気になるでしょうから、この大阪の4大学に入りたいという女子受験者というのは、もう少子化でいなくなっていってしまう。このままでは大変厳しいなって感じですね。しかも、女子大ってやっぱり学部分野が偏ってるんですね。国文、日本文。まあ、英語に比べれば不人気じゃないんですけど、同じような大学が多すぎる。別に日本文学、近畿大にもあるし。まあ、そうですね。切断にないですね。あと、まあ、大阪経済にもない。作られたらおしまいですけど、おそらく大手門学院が日本文学はごっそり持ってくる気なんだと思いますね。桃山学院にもない。大和大にもない。大手門しかないんです。なかなかこれは。で、ほら、あと大阪産業大や大阪商業大もないし、国語できて日本文学行きたい人っていうのの、まあ、失礼ながら一番下のマーケットまでごっそりさらっていく最後の切り札が大手門学院。あとは大阪大谷かな。でも、基本大手門学院が独り勝ちなんだろうな。実は国語、国文、日本文学っていうのは大阪に少なすぎて大手門が独り勝ちできる分野なんですね。そして英語国際系は怒涛の不人気。神戸女学院ですら地獄の定員割れになってますからね。そして教育、保育分野も徐々に不人気になってきてる。栄養心理、看護は他大学との競争が激化。単純な家政学系は不人気ということで、学問分野的に女子大は不人気か競争激化しか存在しないという非常に厳しい状況です。そうするともう教育、栄養、看護といった切り札学部中心にやっていくしかない。現に千里金蘭はそれやってるんですけど、ありえないことですけど、もしこれらを近畿大が作ったらおしまいです。今んとこないんですよ。あ、近畿大農学部に栄養はありました。近大医学部持ってるのになんで看護はないんでしょうね。僕が近大なら看護は作ります。あと教育ですね。まあ、近代に教育学部なんかできちゃったら四天王寺あたりがやばいですけど、四天王寺、大和大、桃山学院から吸っちゃいますが、まあ、近代が作るようには見えない。まあ、そうですね。関西学院にはありますけど、まあ、同志社立命とかが、教育学部今更作るってことはないでしょうね。で、そうすると大阪はまあ、近代さんを作らないんで、北の大和、南は四天王寺か桃山になってしまい、この女子大の幼保由来の教育学部が勝てる要素はありません。その上、切り札の看護と管理栄養士は激戦区。ということで、じゃあ他の学問何やるのっていうと、今更経営とか建築とか情報とか作ったところで復活は難しい。しかもこれ全部無古女に作られました。はっきり言えば無古女は女子大を全部食ってしまうつもりなんでしょうね。まあ、本人たちそう言わないでしょうけど、他の女子大は全部生き残れないが、無古女だけは総合女子大として生き残る。まあ、そういう動きをしているとしか思えない。ということで、大阪の女子大、しかもその残念ながらあまり不人気というんだったら、まあ、兵庫県の武庫所に行くだろう。武庫所は自分は生き残りたい。必死です。という感じですね。さて、私としても女子大が不人気みたいな動画は作りたくないんですよ。もし人気で受験生がいっぱい集まってるんだったらいくらでも褒めます。現に私、昭和女子はベタ褒めですからね。成功してますもん。で、よくね、女子大の不人気は、まあこういう動画を作ってるマスコミの人間とかメディアとか、そういうその動画配信みたいな人たちが、女子大が不人気みたいなこと言ってて気に食わないっていうこと書かれるんですけど、はっきり言いますね。私の責任じゃありません。
女子受験生が選んでいないんです。マスコミのネガティブな宣伝なんて何の影響もないですよ。高校生自身がどの大学入りたいのっていう時に、私はどこへ入りたいんだろう。まるまる女子大に行きたいのか、三金交流に行きたいのか、例えば東京でも、まるまる女子大に行きたいのか、マーチや日東コマセに行きたいのかっていう競争に負けてるのは女子大側であって、私は起きてること言ってるだけです。現に、ちゃんと受験生に選ばれて成功している女子大もあります。ということで、女子大不人気っていうのを嘆いてもダメ。他席じゃダメ。自分で何とかする。何とかしてください。もし、いろんな工夫をして、皆様の女子大が人気が出てるんだったら、私は褒めちぎった動画を作ります。待ってます。